はい、どうも皆さん、こんにちは。藤尾です。それでは、トゥーザムーン、続きやっていきたいと思います。前回は、パート1、結構ね、時間計るの忘れてまして、30分台という、結構長い収録時間となってしまったんですが、今回はね、ちゃんと時間計ってやっていきますので、20分前後でね、やっていきたいと思います。このゲーム。長くても、20分後半とか30分いかないぐらいでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで続きやっていきましょう。前回ジョニーの記憶に入り込んだんですよね、確か。で、一番最近の記憶に2人が来たというわけで、主人公のエヴァとニールが来たというわけで、ここから始めていきたいと思いますけど、ジョニーを探すのかな、これは。適当にこっち来たけど、お。波の音がすごい綺麗ですね。ジョニーさん。おお、元気な頃のジョニーじゃない。こりゃ珍しい。ここを訪ねてくる人はいないものでね。結構偏僻な、偏僻って言っちゃあれだけど、田舎の方なのかな、これね。私はエヴァ・ロザーリンです。こちらが、ドクター・フォン・マッターホルンです。いや、ドクター・ロレンツ・フォン・マッター。ニューワークです。ドックのマークが出た。ライフ・ジェネレーションのシグムンド・エージェンシーのことはご存知ですか？おお、エージェンシーの方か。ちょうどよかった。今連絡しようと思っていたところだ。リリー、お茶を出してくれないか？あ、これリリーさんか。リリー？反応がない。もう連絡はもらってるってこと？ああ、記憶の中だから。そっかそっか。私たちは未来から契約を実行しに来ました。おいおい、他人に落ちるってば。また記憶を読み込まないといけなくなるだろう。ニール、相手の気持ちを考えて。いや、自分がジョニーの立場だったら、とりあえず、怖いですよね、これね。いきなり来てさ、ね、自分はまだ分かってないからね。この時の記憶では、まだ分からないことを相手がやってきてるわけだからね。いやー、なんか説明が下手ですけど、怖いだろうな、これは。おいおい、あれはただのプログラムだぜ。あ、プログラムなのか。わかってる。でもこれが今アクセスできる最後の記憶。彼に手助けしてもらわないと。この記憶のジョニーも、プログラムなんだね。最悪もう一回読み込みはいい。時間の無駄でしょ。君たち。月に連れて行ってくれるのか？もちろんです。いい人生だったとは思う。あんまり良くなさそうに見えるけどなぁ。ニール、9球目。できるのか？月に連れて行ってくれるのか？私たちが連れて行くわけではありません。あなたが行くのです。で、なんで月に行きたいの？わからない。なんでもいいんです。教えてください。あなたの助けが必要なんです。地位かな？金かな？名声かな？ジョニー、そんなの欲しそうに見えないけどね。ニール、さっきから煽ったばっかだな。何か理由があるでしょうよ。うん、確かにね。すまない。本当にわからないんだ。ただ、行きたい。これちょっと無理じゃない？ノーヒントじゃん。ジョニーさん、お願いです。些細なことでも構わない。我々はあなたの幼少期へとたどり着かなければならない。しかし、少しずつしか進めません。おう。あなたの記憶を頼りにして少しずつ過去に進んでいきます。あー、なるほど。
だからいきなり小さい頃では飛べなかったんだね。過去を覗く許可がもらえるならね。古い記憶にたどり着き、答えを見つけたらもう一度ここに戻ってきます。その時は月へ行こうという願いを子供の頃のあなたに託せているはずです。ダメなら巨大なパチンコで打ち上げてやるよ。ガン虫だね、もうエヴァは。しかしここで次の記憶の手がかりを受け取らなければ先進めなくなります。月に連れてってくれるならどんなことでもやる。ありがとうございます。ではジョニーさん、あなたの記憶をたどるためにはあなたが大切にしているものが必要です。何か思い出の品はありますか？ありがとうございます。やる？レディファストだよ。お、コントロール。なんか出てきた。どうしたらいいんだろう、これ。あ、なんか、どの辺だ？出たの。これか。ウサギか。月を手に入れた。ほうほう。まず、メメントの準備を、なんぞや、メメントって。メメント、準備をする、何もしない。じゃあ、準備しますか。お、なんだこれ。ハッキングみたいな。パソコンのプログラムみたいなやつが出てきた。オーブをクリックしてピースをひっくり返し、メメントを開催させましょう。ごめん、ちょっと今、日本語の一文なのに理解できないんですけど。どういうこっちゃこれ。オーブをクリックして、丸、この矢印に出てる丸っこいのがオーブかな。クリックしてピースをひっくり返し、メメント。よく見たらさ、これ日本語じゃねえじゃねえかよ、これ。オーブ、クリック、ピース、メメントって、わけのわかんない。英語かなんかわかんないけど。ね、うん。いっぱいあったね。単語が。じゃあ、これは色を合わせればいいのか、この、紙みたいなやつ。じゃあ、ここでいいのか。あ？まだある。あれ？ごめん。ちょっとこれ失敗したかもな。え、あ、なんだこれ？右になんか書いてある。121。あー、はい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 。2回でできるってことは？これ。2回でできたのか。あ。これで OK？ 4 回もやっちゃったよ。2回でできたんだろうな、きっと。メメントを通じて記憶の横断が可能になった。ほうほう。ん？あ、動ける。メメントを通じて、これ？起動しますか？起動します。待ってくれ。私のプライバシーはどうなる？できるだけ配慮します。が、大抵はそうもいきませんね。まあ、記憶の中は見るんだもんね。プライバシーのへったくれもないだろうな。飛んだ。うわぁ、いっぱいいるよ、ウサギが。あ、ほんとちょっとだね。全然戻れてない。小さい頃に。あー、こうやってちょっとずつ進む感じなんかな、過去に。ちょっと早くどいてよ。あんたは見に来たんじゃないんだから。はいはい、わかりましたよ。子供たちが弾いてた曲かな？ジョニーが弾いてますね。おいおい、一体なんだよ、このウサギは。確かに。まず最初に病歴を確認した方がいいんじゃない？これやばいよね。普通の人じゃないよね。確かに。もしかして、聞こえてました？あー、ちょっと、やばいな。ごめんなさい。謝るんで、許してください。それはないわ。お、聞こえないのか。単なる記憶の一部でしょ。怒ってるよ、ジョニー。聞こえてんじゃない？じゃあ、まあ、いっか。さっきは干渉できたけど、今回は記憶の一部
だから干渉できないってことなのかな。よくわかんないな。とにかくトットとメメントとメモリーリンクを探してよ。ほう。あー、メメントを集めんの？あ、ごめん。全然わかってないけど。オブジェクトを調べ、5つのメモリーリンクを探してください。メモリーリンクってやつを探せばいいのか。はいはい。下の、ドラゴンボールみたいなやつですよね。5個あるやつ。はいはい。やっていきましょう。普通に、うろちょろしてれば見つかるもんなのかね。じゃあ、とりあえず地下行ってみますか、まず。絶対地下にあるべ。あ、待って。これ、ウサギ。2色の髪のウサギ。おや、君だけ色付きのウサギちゃんだね。みんな漂白剤に飛び込んじゃったのかな。ほう、自分でも2色は変だと思う。うむ、その通りだよ。あれ、出てきた。なんか、意味不明な会話したら出てきた。こんな感じで、なんか見えるものをやっていけば出てくるのかな。あれ、下行けるこれ。あれ、行けないか。あれ、こっちの部屋にも行けない。あれ、結構、じゃあ行けるとこ限られてるな。じゃあ、とりあえず、次に気になった、このカモノハシを触ろうか。ピアノの上の。あれ、行けないし。ここで止まっちゃうんだな。じゃあ違うのか。この辺の花綺麗じゃない？これ花か。綺麗じゃないですか。触れないっていう。傘？な、この傘落ちてる。ん？なんか傘、傘がなんか、バリアに守ら、え？どういうこと？ダメだ。頭が追いついてないぞ。とりあえず、ドラゴンボール集めるか。時計は音もなく動いてる。ノート時計を手に入れた。あ、で一個出てきたね、ボールが。音もなく動いてるってどういうこと？時計。ジョニー。あ、消えた。瞬間移動。なんか落とした。古ぼけた、継ぎはぎだらけのカバン。一体何億年使ったらこうなるんだ？それを私たちが解明するんでしょ？カバンね。そんなアウトドアな感じしないけどね、ジョニー。カバン使ってたのか。これは？いけない。本とかな。触れると思ったんですけど。お、瓶詰めのオリーブ。ペッペ、見たくもないわ。なんで？ただのオリーブのピクルスじゃない。嫌いなんだよ。ピクルス嫌いなんだ。俺も子供の頃すっごい嫌いだったけど。生き生きとした野花だ。お、出てきた出てきた。あ、これで全部かな、じゃあ。一個さっきなんか、ボールぶん投げちゃったからね。これで全部か。やめてよ、毎回毎回。私たちのことを説明する気？そりゃめんどいな。そっか。ここで会ったら、またお前たちは誰だって話になっちゃうのか。確かにそれはめんどくさいな。じゃあ戻って、この傘のシールド、AT フィールドを壊せるんじゃないかっていう。おお、はい、はい、はい。あ、一個足んないか。そっかそっか、使ったやつは灰色になるんだね、ボール。じゃあもう一個探さないとな。音もなく動く時計。行けるところがな、あんまないからな。カバノハシ調べたいんだけど、これ、違うのかな、マジで。いけない。カバノハシカバノハシダメだな、違うんだな、じゃあ。あと一個どこだ？これも違うし。こっち行けないもんね。ん？裸の王様。ハンス・クリスチャン・アンデルセン長。あ、出てきた。本か。なんか意味あんのかな？思い出のものって言ってたよね。すべてのメモリーリンクが集まりました。はい。じゃあ、これラスト1個ぶつけていけばいいのかな？メメント、過去傘を通じて過去に進むことができます。はい。波動拳波動拳
ちょっと何それ。何がだよね、何それだよ。いいわ、次から私がやる。でもね、ニエルの気持ちもちょっと分かっちゃうんだ。次カメハメハあたり言っとかない。じゃあ傘に触って準備する。で、あ、またさっきのハッキングね。はい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 。ヒント、角のオーブは斜めにピースをひっくり返すことができます。はいはい。いやさ、俺さ、こういうの苦手なんだよね。こういうなんか図形ものっていうか、多分ヒントをもらってもすぐにできる自信ないですよ。これは何回？3回か。3回でクリアできますってことか。じゃあ行くよ。とりあえずまあ、ヒント通り角をやる。あ、待って、ごめんね。間違ってたらごめんね。こうして、こうして、あ、間違ってるな、これ。絶対間違ってんな、角。はい、見事に間違ってます。どうしよう。マジでさ、苦手なんだよね、これ。恥ずかしい。カットしたいわ。もう最低回数、さっきから平均で2以上上回ってるせいでさ、もう8回ぐらいやっちゃってるんだけど。頭の悪さが露呈しちゃうな、これ。じゃあ、行きますか。うん、まだ結構最近だね。どうせ降るなら鳥雨よりも土砂降りの雨の方が僕は好きだな。どっちでもいいわ。というか、どうでもいいわ。冷たい言えば。この記憶はさっきのものから相当くはないみたいね。早くメメントを探しましょう。このペースじゃ時間がいくらあっても足りない。確かに。全然進まねえんだけど。景色を楽しむ余裕を持とうよ。よう。ジョニーがいますね。古いカモノハシのぬいぐるみだ。こんな生き物存在しちゃいかんだろう。世界はあんたのことなんか考えて動いてないから。じゃあどっち？こっちかな？あ、入れない。メモリー肉が3個必要。マジっすか。じゃあ外で探せってことか。こっちも、あれ下にも行けないかな、これ。あれ行けない。どこにあんのじゃあ。木とか。木とか岩とかしかなくないですか、ここ。無理だ。これお墓？だっけ？ああ。リバー・イワイルズ、ここに眠る。もう一個。ジョニーから。あ、ジョニーに、これ、無理なのかな？カモノハシになっちゃう。あ、開いてる？あれ？俺、メメント、三つ持ってんじゃん。ワテリバー。三個取ったっけ？君のように彼女を毎日見つめていられる。もう一人ぼっちなんかじゃない。誰だ彼女って。君の思いは理解できないかもしれないが、その思いをずっと受け継いでいく。アーニャはきっと君にも感謝しているよ。でも、僕が死んだら、誰が僕らを見守ってくれるのだろう。どなたかな？エヴァと言います。通りすがりの者です。リバーというのは、あなたの奥様ですか？そうだ。リバーは私の妻だ。素敵な名前ですね。こんなことをするべきではなかった。え？こんなことを
しなくてよかったんだ。しかし彼女は、君にはわからないだろうね。私にもわからないのだから。アーニャを手に入れた。どういうこと？やばい、全然わかんないんですけど。やばい、俺置いてかれてるかな？大丈夫かな？やべえ、全然理解できない。ニールがいない。ノット。アーニャって何？二人が世話していた人物。彼女って言ってたよね。女の子が誰かいたのかな？ダメだ。全然わかりません。うさぎぬいぐるみ。繋がんないな、まだね。とりあえず、上に行ってみますか。ジョニーのな、あの意味深な、会話も、発言も、全然、なんらわからないな、まだ。ずいぶん遅い到着だね。崖から落ちたんじゃないかと思ってたよ。こっちにいたのか、ニール。何してたのさ。景色を楽しんでいたのよ。それでどう？何か見つかった？もう信じられないほど見つかったよ。何もないように見えるけど。当たり前だろ？ただの灯台だぜ。なんかあるわけないじゃん。とにかく次で会おう。バリア壊すの楽しんでね。何か見つけたのか、ニール。壊れて錆びついた灯台のランプ。あ、出てきた。こんにちは。そっぽ向いた。ご機嫌斜めだな。これで全部揃ったか。話はできない。じゃあ、エヴァも行きますか。エヴァ何で壊す？何で壊すか。波動拳はさっきやっちゃったからね。何で壊す？エヴァ。あれ？あ、はいはい。あ、これめっちゃ気持ちいい。軽くシューティングゲームみたいになってる。はい。メメント、じゃあ行きますか。エヴァはね、子供たちにやってって言われないとやってくんないもんね。あ、パズルの最小テスト、やっぱりそうか。3回できると、今回は。もうすでに9回やってんだ。恐ろしくバカだな、俺。とりあえず斜めやっとくか。あー、もうこれ全然ダメだな、これ。やっぱ !22 だよ !3 回でできるやつ。やばくない？やばい、本当にこれ。いやー、ちょっと恥ずかしいわ。本気で。やばい、ただのバカじゃん、本当に。行きましょう。ちゃんと考えればできるかな。いやー、ちょっと行ったね、でも。初老ぐらいかな。初老？まあ、いっか。大丈夫さ。手術代を払っても、お金ならまだある。心配いらないよ。あ、リバー。嘘つき。言いたいことはそれだけ？違う、僕はただ。やめて。嘘をつくのは、やめて。家計の状況ぐらい、私にもわかってるわ。どうして私の気持ちを分かってくれないの？リバー、君を救うためにはお金がいるんだ。アーニャが君にとって大事なのはよく分かっている。でも、
これはやりすぎだ。彼女は、いや、彼女というか、ジョニー、何が私の幸せかわかる？え？わかる？私は、あなたにね。私の気持ちを分かってほしいだけなの。リバー。治療の書類が届いても、私、サインしないから。お金をどうするかは、あなたに任せるけど。私はあの家を建てる費用に使ってほしい。そして、毎日そこに住んで、彼女を見ていてほしい。毎日訪ねて、毎日話しかけて、毎日慰めてあげて。もう、一人ぼっちにしないであげて。それじゃあ君はどうなる？幸せよ。私は幸せ。ジョニー、何？これ作ったの。これが何か言ってみて。どうして？いいから、これは何？ウサギだ。今まで君が作ってきたのと同じ。他には？そうだな、紙でできてる。他には？体は黄色で、他は青だ。それから？ねえ、リバー。君のために曲を作ったんだ。うん。聞いてみたい？もちろん。そのためにわざわざピアノを持ち込んだの。ドア開けておいてくれたら聞こえるのに。タイトルは、フォーリバー。あ！リバーって。仮だけどね。はぁ、リバーのためにか。奥さんのためにってことか。はぁ。彼らが言うアーニャって誰のことかしら。そんなに大切な人なら、さっきの記憶で見かけていたはずだけど。彼が約束を守らなかったんだろう。でも、なんさ。なんでもない。ねえ、この曲、あの子たちが弾いてた曲じゃない？じいさんが教えたんだな。ちょっとおせんちがすぎるな。こういうのは僕には合わない。先に行くわ。もうメモリーリンクも手に入れたしね。君はどうする？もうちょっと見て回るかい？どうしよう。ちょっと待って、見て回ろうか。ていうかね、もう時間が結構経ってるんで。ここで一旦区切ろうかな。しかし記憶が MP8 からのコンバージョンが合法だった頃、MP8。だいぶ進んでますね。新人の年には2000曲以上持ち帰ったもんだよ。MP8 って何なんだろう。あ、OK。これで、じゃあセーブができますね。すいませんね、長くなって30分ってね、言ったばっかなんですけど。こんな長くなっちゃいましたね。30分。ちょっと過ぎちゃってますね。というわけで、パート2、ここで区切りたいと思います。皆さんお疲れ様でした。というわけで、謎が謎を呼んでる感じですけど、まだ、次回、さらに掘り進めていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、失礼いたします。